フミヤっていう、死神って呼ばれと、元 JR の職員が、今、うちの会社におるんやけど、知らんやつのために言うと、JR の職員で、2年半で6人引いて死神って呼ばれと、前日の JR 職員の、フミヤっていうやつがおるっちゃけど、そう、めちゃくちゃ不運なやつなんやけど、そう、すごいけん、2年半で6人人引けないから、普通に無理だから。そう、無理なんよね。やけん、死神って呼ばれとったやつなんやけど、が、なんか最近、フィリピンに単身でなんか、いや僕もちょっとなんかレペゼンの、なんかためになりたいからみたいな。ちょっと僕単身でフィリピン行ってきて、自分のスキルアップ行ってきて、ヒルリーダーっていうのやめろ。あいつのこと。やめろ。おぉ、KD6 だ、や、絶対ダメ。やばい、そんなやめろ。よくないな。で、じゃあ 6S じゃない。よくない。ダメだよ、6S もよくないね。じゃあ舞台壊滅バッジ2つとか違う、よくない。で、そうなんかそんなフミヤがおるっちゃうけど、結構向上心高いっちゃうね。で、よし、みたいな。今年は僕もみたいな、レペゼンの力になりたいんです、みたいな。だから、なんか僕単身でフィリピン行ってきて、で、これレペゼンのためにスキルアップしてきますって言ってフィリピン行ったっちゃん。で、これ新年からインスタのストーリーで、めっちゃ長文の決意表明文みたいな、僕はみたいな、ドゥワーみたいな、投稿して、ダッと買い取ったわけだ。フミヤ偉いなと思って、行動力もすごいなと思って、一人でフィリピン行くとか、なんか俺らのために、なんかありがてえなと思って、嬉しいなと思って、そっかと思って、フミヤ頑張ってほしいな、頑張るよって思って、次のストーリー見たらカジノに寄ったっちゃん。と思って、ちょっと待ってと思って、こいつ何しよると思って、で、なんか、その次のストーリー見たっちゃん。したら、VIP まで上がってきた。俺はまだまだ上に上がれるっていうストーリー見て、こっち違うの目指してるやん。ちょっと待ってと思って。さっきのこんな長文の、俺はついに VIP に登れた、みたいな。俺はまだまだ上に上がれる。違う。もう、トラップ引っかかってるやん。もうカジノトラップに。海外トラップの中の一番でかいトラップ、カジノトラップ。結局500万買ったらしいよ、あいつ。何の成長なんやろ。500万くれるとかやな、俺たちに。ただカジノ行ったやつなんよ。今日の動画を見てくれてありがとう。そんな感じでね。あとみんな切り抜きとか回ってきたらね、高評価とかいいねって、登録してあげてね、切り抜きの職人喜んじゃうから。ね。じゃあね、本当に。バイバーイ。